プロデューサーが。いやでもすごかったですよね、こうやってやった時にこうパンってやったらポンってあ、揺れた、すごいやられモーションの時のお尻の肉だよね、たゆんってしてましたからね、太ももの肉のたゆみとか、うん、本当に立ってかがんだ時の、さっきね、あのカメラで映ってなかったから、鏡モーションの時のここですよ、ここ、これがね、本当にこれがリアルな揺れなんですけど、このリアルさに負けないぐらいのね、揺れでしたよね、はい、あのここのハイライトが波打つんですよね、うん、おっぱいって柔らかいとたっぷんたっぷんってするんですよ、はい、詳しいですね自分の体なんかね、女体でね、はい、飯食ってる人たちさすがに詳しいなと思いました確かにそうですね、まあ、そのあたりも再現されている、うん、ということですね、はい、ハイライト重要ですからね、はい、うん、その辺もね、注目して見ていただけたらいいなと思うんですけれども、はい、そろそろ準備の方はじゃあやりますよ、はい、お願いします。あとデラックスコッシュルズ、はい、はい、今投げた瞬間止めたかった、あー、どうだ、どうだ、どこ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 です、そこです、これ、ここまで、これ、ここまで、これ、やり、やばい可能性がある、これはここまでです、激になる可能性がある、これはもうエッチなことになってるんですね、もう LG ですか、ちょっとあの、バースみたいこれはまだできてないから背中に穴が開いちゃってすごい、でもバースもあのね、筋肉がエッチですでもまずいなんですよ、まあ、これもなんかちょっとエッチすぎますね、いや、これまずいですよこれ、大丈夫ですか、ハメコさん、これまずいっす、いや、でもこれバースが祈り通じて素早くやってくれたじゃないですか全く何を言ってらっしゃる、いや、ありがたいですよちょっとこれ大丈夫なんですか、これ、この後は出るかな、なんだこれ、なんの、その映像が出るまでの間、T チューンのね、T チューンのロゴをね、映してさすがにこれに勝てる気がしないんですけど頑張りましょう、レッドアライブ6の 4K 映像で対抗しましょう、はい、そろそろ画面ゲームにしてもらって、あ、出ました、ね、出ましたね、はい、はい、でね、今回、はい、ワールドワイド、はい、美しく激しい戦いだ、興奮の嵐を巻き起こす激闘エンターテインメント、